はい、どうもこんにちは、裏切りマンキーコングの風司です。たるなぎちゃうよ。はい、というわけでですね、本日はですね、マインクラフトの任天堂スイッチエディションをやっていこうと思います。はい、というわけで本日は、前回をこのぐるぐるね回ってるこのスポラーっていうんですかを、見つけて、その先に廃校、あれですね、廃鉱山のやつですね、を見っけたので、そこのね、探検をするためにちょっと一旦拠点に戻ってきたという感じですけども、準備はどうなんだろう、そのおっさんだっけな。とりあえず今のところは問題なさそうなので、このままいっちゃう。あ、間違えた。ちょっと待って。急に置いたな、俺。はい。ね、まあ置くぐらいの気持ちで行くということで、まあ行けるでしょう、これで。よし、じゃあ、とりあえずまっす、奥の方に行きましょう。で、ですね、まずは、廃校が何なのかというのと、廃校に何があるのか、そこで俺は生きて帰れるのかという、まあ3つのね、課題をやっていこうと思ってます。はい。ですね、この先。あ、そうだ。ね、ウールねえんだよな。そうね、僕ね、思ったんですよ。ベッドを、ここに作っちまえばいいんじゃないかっていう。そう。ベッドをここに作っちゃえば、リスポーン地点もここなんですよ。俺、それやりてえな。先ちょっとベッド作りに行こうかな。じゃ、ベッド作ってきます。なんか喋ってる。なんだろう、怖っ。もういいや。よし、作ってきたぞ。作れるようにしてきたぞ。作った。よし。そんで、かまどに石炭か。これは持ってきたいな。よし。これで、鉄はまだ出したいんだもんね。オッケーオッケーオッケー。よし。行ってこいじゃねえか。これで、途中で寝ます。よ。途中で寝れるようにしとく。夜になったら寝ます。すぐさま。その途中を中間点にします。よし、こい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 。どこだろうな、まだ寝れないかな。どんぐらいで寝れるようになるんだろう。まだ寝れないね。よし、じゃあまだまだ。もう不穏な音がする。よし、戦うか。まずとりあえずこっち側ちょっと張っとこう。殺した。もう足音するな。待て。てか、木の、石の剣これだけじゃ足りねえかな。まあでも剣はそうそう折れないか。とりあえず、先進んでみよう。多分この先だろ。どこまあいいや。とりあえず無視。石炭を取ります。真上？この先っぽいな。よし。行くぞ。危険分子は排除しておくに限るぜ。いや、いいや。怖いからこっち行こう。せっかくだから炭鉱あるしな。炭鉱から、いいね！見ていこう。オッケー。待てよ。とりあえず。オッケー。で、作っていこう。こっち行ってみる？おー、すげえ。なんか人工ダンジョンいいな。これはね、テンション上がるよ。なんかあれだな、ゼルダやってるみたい。どこ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 、上からだな。これいけるか、この呪さで。あいって。待て待て待て、落ち着け落ち着け。ダメだ、あそこに骸骨がいるんだ、無理だ。あそこ伝っていこう。あ、違うだろう。よし、行こう。この野郎、舐めやがって。めっちゃクリーパーとかいるね。よし。待てよ。何待ってんだよ。何を待ってるんだ、お前は。寄ってやるよって感じか？舐めやがって。あー、作れない。ちょ、待て。ラッキー。待ってよかった。オッケーオッケー。うわー、びっくりした。で、待て。ここいるぞ、この先。骸骨どっから撃ってたんだろう。あ、でも鉄とかある。ちょ、鉄とか掘ろうぜ。先に。なかった、今、ここ。ほらほらほら。ん？どこだ？あっちか。
いやーもう早く早く会わせてくれ。なんで俺こんなビビりながら行かなきゃいけないんだ。まあでも骸骨はあれあれ出会えなかった。あ、なんか溺れてる。ん？溺れてんじゃねこれ。ちょっと今のうちに、ここだ。どこだおら、何バシャバシャしてんだ。あ、いた。違うか。行く。いた。この野郎。あらあらあら。あらあらあら。あら。一発目。二発目。くるりゃ。待て待て。ほら。クライムの対戦。クライム対戦。おれ。骨っこがな。人間に勝てると思うな。こっちにはな。生々しいお肉がついているんだよ。よし。オッケー。制圧。ここで行き止まりか。行き止まりなのかな、果たして。なんかありそうだな、その先に。ゴン、ゴン、なし。よし。オッケー。そんで、寝れるだろ、もう。この辺に置いとこう。ドン。ほい。ほい、おやすみ。オッケー。これで、ここがまた拠点になったから。よし。したらね、ちょっとね、もったいないけど、調合台をここに作っておきたい。で、かまど。あー、2個作っちゃった。まあ、いいや。で、ここで、待てよ。石炭はちょっともったいないかな。まあでも、いいや。とりあえず、3個。OK。で、さっき拾った鉄柱。OK! ここで、鉄を、鋳造なのか、あれ、鋳造っていうのか、してる間に、探索。いいっすね。やっぱ鉄のつるはしとかあった方が絶対いいから。先に鉄はゲットしたい。なにここ、細っ。下手くそじゃないここの炭鉱作る人。もうちょいさ、ゆとりを持たないとやっぱ、狭いと人間ってやっぱストレスを感じることが多いらしいから。ちょっと待って、あ、棒か。で、OK。これで、高速道路通ってない。あ、びっくりした、お前。何なんかいないふりしてんの、バカ野郎、お前、マジで。お前はあんま、壊すなよ、お前、ここ、あんまり。これでもね、知ってた？これね、攻撃で倒すとね、火薬手に入るんですよ。危ね、危ね、バカすな、バカすな。OK、これいいね。この柵作った人、ナイス。さっきはごめん、なんか変なこと言って。よし！手に入んねえじゃねえか。くそ。うわ、迷路になってる。やばい。これは迷う。絶対右側だけな。待て、一回戻る。絶対右側だけにつけろ。これ右以外につけたら迷うわ、俺。いやー、なんか目印置いといた方がいいかな。目印置いた方がいいな。ちょっと待って待って。いやー、わかんねえな。でもどうしよう。とりあえず、どんどん。OK。行き止まりな。よしよし、行き止まりがあるならもう戻ろう。そこで無理する必要ない。で、ここはさっきのとこだろ？うん、さっきのとこから入ってきたところ。左、右行くか、左行くか。ああ、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 うわ、いって、バーガー野郎、お前、マジでビビった、今。はあ、なんだてめえ、おい。この野郎、火薬もらうわ、じゃあ、お前から。ああ、ビビった、今。体のけぞっちゃった、こうやって。おら、出ないんかい、もう。あー、今のビビった。あー、出てる、ラッキー。火薬、よーしよしよしよし。火薬があれば爆弾が作れるんですよ。爆弾を作れば、あの、忌々しい、俺の装備をずーっと、守っている、あの、奴らを倒せる。あー、こっち行ったら出ちゃうのか。じゃ、ちょっとまず、後で、後でにしよう、後でにしよう。オッケー。どっからだ、カランコロンは。こっからか。うわあ、びっくりした。もう、ほんとびっくりするから、やめて、ほんとに、お前。もういいよ、聞かねえよ、お前の弓矢なんか。たく、あぶねえ、ビビった、もう。マイクラの敵、すごいビビるね。超ビビった、今。あ、怖い、ここ。待って。大丈夫か、はあ、罠だった、やっぱり。炭鉱の事故が起きるとこあった、あぶねえ。よしよし、こっち行こう。またもやるか。
どこだろうマジで。こっちっぽいな。いけ。よし、オッケー。やられない。あとはやらないようにするだけ。あー、危ねえ。オッケー。これで出なかった。よーし、またもや宝箱。ラッキー。ちょっとその前に飯食おう。これは絶対死んじゃいけない。あー、危ない。まあでもあそこにリスポーンしてあるからすぐ戻ってこれるよね。あー、でもわかんねえのか。オッケー。よーし。お、金の馬鎧。名札あー、でもいいの手に入れた、いっぱい。ラッキー。ゲット。オッケー。お前はそこで一生そう言ってってな。したら戻りたいな、ちょっと一旦。一旦戻るか。よし、一旦戻ります。ちょっと探索するか。一瞬。え、終わったんじゃね？え、終わったんじゃね？ここで会うのは。やばいよ、さすがに。ここで会うのはマジでやばい。え、どうしよう。ちょ、待って。落ち着け。落ち着くんだ。まずは鉄。まずは鉄の鋳造だ。で、鉄をつく、つかるだろう、取るだろう。で、2個ぐらい作って、まずは、鉄のつるはし2個。あと、剣。オッケー。とりあえず武器はオッケー。そんで、ちょっと待って。あー、怖え。今の声めっちゃ怖かった。とりあえずしまっちゃおう。この辺は。この辺はしまっちゃって、これ食える。食える。オッケーオッケー。待ってね。いや、剣いらん。オッケー。これでいいだろ。かまども入れて、で、まあこれは、取っといて。いや、鉄ここ置いときてえな。チェスト作るか。チェスト作ろう。チェスト絶対あった方がいい。マジだ。はい。開けねえ。ちょっと待って、ここか。はい。で、オッケー。あとはいいな。よし、行くぞ。奴が来ても、まあ、大丈夫だろう。どっちだっけ？こっちか。いや、違う。戻ったのか。オッケー。マジ怖え。ほんと怖い。やばい。こっちいるなよ。上にいた、今。今心臓止まるかと思った。あー、でもレッドストーンゲットした。今マジ心臓止まるかと思った。ちょ、ご飯食べよう。ああ、マジ今心臓止まるかと思った。いや、マジ下手なホラー映画より怖え。ああ、超怖かった今。ああ、よかった。ちょっと、戻るぞ。ああ、もう。行こう。なんで湧いたんだ、あれ。また骨か。まあ、骨はもういいや。骨は大丈夫です。ぶねえ、それはきつい。それはずる。バーカ。うわー、落ち着け、危ない、行こう、危ないぞ。大丈夫。いや、大丈夫だ。クリーパーなら怖くない。オッケー。勝手に沸かしろ。オッケー。待て、落ち着け。よし。で、作るぞ。あー、ビビった、今。OK。よし、OK。事なきを得た。一回戻るか、上に。いや、大丈夫だろ。このまま探索しちゃおうぜ。どうせ降りるつもりだったし。よし、行こう。よし。ああ、ビビった。ちょっと待って。これね。OK。ああ、よし。これでマグマは止まる。
あれ？またなんか開けたとこ来たな。いや、これどこまであんだ、この洞窟。迷わないように、ほんと気をつけないと。よっ。おお、クリーパー。なんかクリーパー、逆に安心するな。なんもいないと怖え、ここ。とりあえず、待って、こっちはいいや、じゃあ。先にこっち行こう。お、鉄がいっぱい。よし、鉄掘ろう。どんどん鉄掘ろう。鉄がもういらないっていうぐらいの、資源になりましょう。ここどうなってんだ、すげえ奥来ちゃった。あー、でもなんか、いや、あるのはあるものは変わらんな。ちょっと待って、下行ってみっか。あれあれあれ、まさかなんか繋がった、なんか繋がったっぽいな。ちょっと待って、先にこっち行っていい？いや、どんだけ深いんだよ。すごい深いとこ来ちゃった。これさ、ちょっと待って。よっ。ほら。あ、戻ってきた。あ、ラッキー、これはいいんじゃない？すごい。ほら。おお、どこ、ここ、あー、はい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 。あ、繋がった。すげえ。こっち側行けば、じゃあ、ちょっと待って。オッケー。わあ、いいね、これは。あ、やった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 。いいね。元に戻ってきたのは嬉しい。ちょっともっと先行こう、じゃあ。すぐ戻られるってのは分かったから。もっと先見てみよう。なるほどね。キョッ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 。ついに金が戻ってきたぜ。俺だって第1回から来てないでしょ、金。嘘でしょ。骸骨に、うわ、でもすげえある、しかも。やっぱ奥の方だからかな。よしよし、金ゲット。あ、鉄か。鉄もいい、鉄も欲しい。オッケー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 。あー、またマグマ。ちょっと待ってね。行こう行こう、ゆっくり。え？今、ウィッチの声しなかった？してないか？してる、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 してる。やばい。ちょっと待って、してる、してる、ちょっと待って、してる。退散。今日は退散。今日は退散、今日は退散。ちょっと待って。ああ、わわ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 、あ、ギョ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 、あ、こっち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 、あ、違う、こっち、こっち、あ、こっちこっちこっち、あ、よしよし、あ、おい、おい、おい、あ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 、こっちか、あ、あ、ギョ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 、よかった。よし、したらかまど、いいね、鉄出来上がってるよ。金いっちゃうか。うわ、鉄28個もある。よし、そしたらね、ちょっとここを拠点、まあ、拠点もできてきて、もうだいぶまだ奥があるので、次、炭鉱、パート2、いきたいと思います。はい、というわけで、ここまで見てくださってありがとうございました。コメントや評価ボタンのクリックもお待ちしてますので、ぜひともお願いします。というわけで、またお会いしましょう。さよなら。